しみいただけましたか？さて、次にお送りします曲はマンボジャンボです。この曲の元となったのは1949年にペレスブラード楽団によって作曲され、その後のマンボブームのきっかけとなったエルマンボという曲で、そのエルマンボを作曲編曲ともに有名な岩井直弘さんが吹奏楽用にアレンジされたのがマンボジャンボという曲です。軽快で迫力あるメロディーから始まる、思わず踊り出したくなるようなノリの良いアップテンポな曲で、管楽器の素敵なメロディーとともに舞台に向かって左側のラテンパーカッションと鍵盤隊にもご注目ください。曲の途中にはキレのあるダンスを皆さんにお届けするマンボリアンたちも登場します。アトラク教え隊、富岡ひな、前田あゆみとともにリーダー小山リリカを筆頭に、個性あふれる8人のガールズが元気いっぱいのスマイルをお届けしますをモットーに毎朝練習してきました。それでは迫力のあるラテンのリズムとマンボリアンたちのダンスをお楽しみください。Thank you.
お楽しみいただけましたか。ここで曲の途中に登場したダンスメンバーをご紹介します。高校2年生西中ゆり、小山りりか、島田美代、高崎舞、貞森育美、江崎花、佐藤優、中島彩香。以上、元気いっぱいの高校生8名、マンボリアンの皆さんでした。さて、次にお送りします曲は、ドラゴンナイトです。この曲は、不思議な歌詞やパフォーマンス、PV が有名なグループである、セカオワこと、世界の終わりの7枚目のシングルです。吹奏楽バージョンなので歌詞はありませんが、独特の世界観を放つメロディーをお楽しみください。それではどうぞ。
そちらにもご注目ください。